8時14分に入ってきて、で43秒後に爆発しますよね。で空襲警報が間に合わないような飛行経路をわざわざ通ってるんですよ。でしかもね、爆撃機の中にねラジオを持ってましてね、空襲警報を発令したらラジオで放送されるんですね。それちゃんと傍受して、で解除されたらね、それもね察知してね、でそのタイミングを見払って反転してくるんですよ。そういう巧妙な経路を通ってるんですよ。でその飛行記録というのはですね、インターネットで検索するとね出てきますが、それは全くの嘘です、捏造です。あるジャーナリストが調べた結果ではね、それは嘘だと。でその隊員にインタビューしてもね、口をつぐんで答えないということでね、実際に、どういう飛行経路を取ったかというのがね本で書かれてます。その意図は防空壕にね逃げさせない、警報を発令させないという狙いですね。そして直接爆撃の人をできるだけ増やしたかったという狙いがあります。でこの相生橋を狙って、これはねちょうど広島の中心なんですよ。で、まあ、T 字型をしているユニークな形をしているのでという理由ではないんですが、まあ、中心部ですよね。ということでここを狙うんですが、ちょっと風に流されて300メートル上空のこの島外科病院という上空で炸裂ということになります。これはですね、この島先生というのが1933年にですね、作った外科病院で、先生の理想の病院ということで作ったものです。外観がですねちょっとモダンなんですよね、これが円柱、ギリシャ風の円柱、それから丸い窓ですね、で、ここに職員50名以上いたんですが、この上空で600メートルで炸裂しましたので、この辺りの爆風はね1メーター四方20トン以上、想像できないですね。想像できない。20トンというかね、今の大型トラックですね、あれがね20トンから25トンなんです、1台。それがこの1メーターのところにドンと落ちてる、ということはこれはもう何百トンという圧力を受けて、このようにこの玄関部分だけ残して崩壊ですね。でここに鳥居が残ってますね。これちょうどこの電車通りの向こう側にね五穀神社があって、鳥居が3つあったうちの1つがね奇跡的にね残ってるんですよ。残りはね根元から降りてます。これたまたま近かったので上からの力で耐えたんですよね。原爆でもそうなんですよ、近かったからねあれだけ残ったんです。あれがね離れたら横からの爆風でねもう崩れてます。鉄筋の建物で崩れてるのたくさんあるんですよ。これレンガ造りの非常にねやわい構造なんですけどね、残ったのは近かったということなんですね、ということでねこのような状態で残りました。これはこの同じ写真ですね、円柱と丸丸これですね。で先生はねところがね確かるんですね。で先生はね、年に1、2回友人の先生に頼まれて田舎にね出張手術に行ってたんですよ。でちょうどこの日がねセラって聞いたことあります？駅伝で有名なセラ高校があります、あそこです。あそこにね頼まれてね病院に出張で看護師さん一人連れて行ってたんですよ。それで助かるんですね。で先生はね原爆のことを聞いて急遽戻ってきて、そして治療に当たるんですが、残留放射能ですね、レシザルラリエーションでいいですか、レシザルラリエーション、ね、残留放射能で、に外されたりで、まあ、被爆者の人になります。が、まあ、レベルは調整被爆よりはかなり低いですから、長生きされます。で戦後ですねこの建物が再建されます。そして後長男、ね、が外科医としてまた引き継ぎます。そして今現在はですね、4、5年前かな、もっともうちょっと前かな、お孫さんがですね、今度は内科医として、今内科になりました、ね、内科医としてですね、この病院を切り盛りしているというのがあります。ここがね、爆心地ですね。で、原爆のですね、威力は先ほど言いましたが、このウラン型の場合は、通常爆弾の1万6000トン分
というふうに言いました、うん、でこのウラン、この爆弾はですね、重さが 4.4トンなんですが、うん、この中に搭載されていたウランはね、50キロと言われています。ところがこの50キロが全て核分裂したわけじゃなくてですね、900グラムぐらいしかね、核分裂してないんですよ、うんうん、でそれをね、容積的に言うと、まあ比重で換算するとですね、このゴルフボールぐらいですね、比重は非常に大きいですからね、金魚に重たいですからね、これぐらいですね。でこれがですね、この B29 の台数でいうと、うん、大体平均6トンぐらい積んでやってきますから、うんうんうん、割るとですね、2700基分です、うん、ぐらいのエネルギーということになります。で実はね、もうちょっと細かく言うとですね、いわゆる核分裂というのはね、の源は何かというとね、これ非常に難しい話じゃないですか。原子の構造ってなんとなく知ってるでしょ。陽子と中性子と電子があって、中心部に陽子と中性子がこうくっついてるわけね、はい、で陽子っていうのはご存知のプラスでしょ、はい、プラスの電荷が反発せずに結びついてる力の源は何かというと核力というね、力なんですよね。で、中性子を当て入れてですね、分裂するとですね、その陽子をこう結びつけていた力が解放されるわけですよ、うんね、でそれをですね、アインシュタインが、うん、作った式 E=MC 乗っていう有名な式があるんですが、うん、エネルギーは質量に高速の2乗をかけたものですよという式があるんですよ。それで換算するとですね、出てきたエネルギーを質量に換算すると1円玉より軽いという話になるわけですよね、うんうん、つまりこれぐらい核エネルギーというのはね、わずかな質量で膨大なエネルギーを出すというものなわけですね。ですからこれが質量で言うと、さっき言ったように200万倍から300万倍ぐらいの、ね、パワーが出るというのですね、うんうんうん、でこれは余談ですけどね、太陽がやってるのは核融合なんですが、これはね、これどころじゃないんですよ。この核分裂のね、もうもっとレベルが全然違う、すっごいエネルギー出します、ソ連が水爆をね、実験をしました。その時のね、爆弾がね、広島型のね、3200倍の威力だったということを言われてますね。そしてですね、上空600メートルで爆発するようにセットしてるんですよね、うん、地上でやると穴が開くだけですから、ということでここでね、爆発の瞬間にね、うん、この火の玉がね、発生します、うん、直径400メートルに達したそうです、うん、で表面温度が7000度、7700度というふうに言われてます。ということで地上がですね、3000から4000度になります。で鉄が1500度で溶けますからね、もうね、このようにですね、人は一瞬のうちに骨になります。これはね、ある学校のグラウンドでね、目撃された絵にしたものです。わ、先生、生徒ですね、うん、もう一瞬のうち白骨ですね、こういう状態ですね。それから爆風が先ほど言いましたように、うん、まあ、20トンですからね、1メーター以上、20トン以上ですからね、もう粉々になるわけですよね、うん、これは近くを走った電車の中なんですが、このようにですね、白骨化していきます、うん、で爆風によってね、手足をもがれたりね、目玉が飛び出したりということがね、うん、もう起きてます、そしてこれはですね、即死を免れた人ですね、大やけどを負ってます。で衣服はないですね、うん、で皮膚がただれてですね、もうこういう形でしか動けないということで、これは目撃者の証言によって、すぐ近くに元町高校という公立高校があるんですが、その美術部の生徒が書いたものです、うん、これは資料館がもうだいぶ前からね、毎年そういう被爆者の証言に基づいて絵を残すという授業をやってます。そのうちの一つです。ですからこれ想像じゃなくて事実なんですね。
でこれはね、これはあの有名な画家四国五郎さんっていうね、人が描いたものですね。でこれは実際の写真です。これはね、あの爆心地からだいぶ離れてますんで、やけどの程度もね、こんなレベルじゃないんですけど、これでもこれ全部カラーにしたら真っ赤っかになります。これはあの人の影というね、有名な写真ですね。そしてね、火事が発生します。直後ね、で上昇気流が発生しますので、竜巻、火の竜巻が起きてですね、でその中をこの生き残った人がこう逃げていくわけですね。で橋がね、人がいっぱいでね、仕方なく川を渡ろうとするんですが、ちょうど8時が満潮なんです。今ちょうどね、今日は大潮に近いですね、満月なんで、あんな潮です。ということで、飛び込みますが、ほとんどの人が渡りきれずに亡くなっていきますね。ということでですね、その後ね、あの遺体の回収をするんですが、このそこがね、元安川、あの分岐した真ん中を走る元安川なんですが、そこで最も多くの遺体が発見されたので、8月6日の夜にはこの灯籠流しをして追悼をしているということになります。でそしてね、爆発後、巨大なね、キノコ雲が発生します。これもくもくもくっと、これ上空ね、1万6000メートルに達したと言われています。でこれがね、あの放射能を含んだ塵ですね。でこのキノコ雲ですが、広島市内にね、28時間停滞したそうです。ずっとね、で昼間でもね、ちょっと暗闇のような状態という中でね、停滞してました。でこれもね、南の風に吹かれて、徐々にこの日本海の方に向かって移動していきます。ここは県境ですね。で最後にはね、崩壊して消えていきます。でその途中でですね、先ほどのこの放射能を含んだ塵を核にした黒い雨というのがね、降ります。これがあの調査によって判明しているところなんです。ところがあの国が認定しているのはね、この狭い範囲なんですよ。ということでね、この辺にいた人が被爆者として認定されないので、黒い雨裁判というのが起きたわけですね。でやっとまあ決着をして、この辺にいた人もね、あの保障されるということになりました。でインフラも破壊されますね、これ電車はね、もうスケルトンですね。これね、これが復元された状態です。これが被災された状態です。でもね、この電車もね、一部区間はね、3日後に復旧しました。銀行もね、3日後に再開しました。で、原爆があの落ちたことによって、この世界が終わったわけではなく、次の日からまだ生きていかないといけない、仕事もしないといけない、家も建て直さないといけないということで、人々はすぐ活動しますよね。でところがね、政府はこの爆弾のことをね、正式にはね、すぐには原爆とは言わなかった。新型爆弾としか、ね、新聞には出てません。これはなぜかというと、実はね、日本も原爆を開発してたんですよね、ご存知ですよね。有名な理研で西名義和が陸軍ですね、それから京都で海軍、それでやったんで、この爆弾が原爆であることはね、もう一部の上層はもう知ってたんですよ。だけどあのこれをね、原爆というふうに国民に知らせてしまうと、戦意を喪失させてしまうから、秘密にしておこうと。ですからね、あの8日にはね、西名義和博士がね、広島に調査に入ってね、すぐ原爆であるということを特定してますしね、その規模もね、推定してますということでね、政府筋はちゃんと掴んでおきながら、国民はほったらかしということですね。そういうことで、そんな中で人々が活動していくので、多くの二次被爆者が出てくるということになります。それではちょっと移動しましょうか、はい。